次に、まあ、工事等間数はこういった計算ができるということで、まあ、さらに工事の変動等間数も同じような形で計算ができます。で、ここからはその曲線の接線と方線の、まあ、話に進みたいと思います。まず曲線の接線の方なんですけれども、今はその fxy をですね、まあ、1、1、9、すなわち1回偏微分可能としまして、でここでその、まあ、fxy イコール0の、まあ、0点によって定まる曲線 c というのを考えます。で、ここで ある点 a ですね、曲線 c 上の点 a というのを取りまして、この a の座標を x0 と y0 というふうに置きます。でそうしますと、この時に、その点 A の近傍で、このラージ F の fxi イコール0によって定まる、この因関数がですね、まあ、存在するわけです。これを y イコール fx、スモール fx というふうに書いておきます。で、まあ、一応確認ですけど、この y イコールスモール fx のグラフは、この点 A の近傍で、この曲線 c にまあ一致するということをまあ意味しているわけです。で、この時に、その因関数 y イコール fx の、まあ、x イコール x0 におけるこの接線ですね、接線を作りますと、これは曲線 c の点 a におけるまあ接線に一致するというわけで、まあ、これは実際に具体的に計算してみましょうということです、いうわけです。で、これはですね、その y イコール fx、因関数 y イコール fx のこの a、x0、y0 におけるまあ接線ですので、y マイナス、これは接線の式普通に書くわけですね。y マイナス y0 イコール、まあ、傾きがこの、x0 におけるこの、因関数の偏微分係数ですね。f' の x0 で x マイナス x0 っていうことで表されるんですけれども、で、まあ、因関数定理からこの f' の x0 というのが、まあ、このような式で表されますので、まあ、これを代入することで、この点 A における接線の方程式というのはこのような形でこう得られるという話であります。で、ちょっと、まあ、せっかくですので、ここでちょっと例題を一つこう見ながら確認していきたいと思います。fxy を x2 乗プラス y2 乗マイナス1と定めます。そうしますと、この fxy イコール0という式のですね、その xy 平面上の実数の0点の集合というのは、まあ、見てわかると思いますが、原点を中心として半径が1の円を描きます。で、この、まあ、これをまあ fxy イコール0で定まる円 c というふうに置きますけれども、まあ、この円 c 上の点2分の1と2分のルート3におけるまあ接線の式を求めてみましょうということで。一応ここではですね、その二通り のやり方を使っておりますけれども、一つは、まあ、高校までの流儀で因関数から直接求める場合、もう一つは今回学んだ因関数定理を用いる場合と分けております。まず最初に、まあ、復習がてらその因関数から直接求めてみたいと思います。ここでですね、この円 C 上でこの点 P を通るこの円、この fxy イコール0によって定まる因関数というのは、ルートの1マイナス x2 乗とかけるわけですね。この、まあ、上半平面の範囲で、まあ、x1 マイナス、ルートの1マイナス x2 乗というふうにかけるわけです。で、これをその x で微分しますと、ルートの1マイナス x2 乗分のマイナス1という。のが、まあ、同関数になりますので、まあ、この同関数から、x イコール2分の1での、その、微分係数を計算すると、これは、マイナスルート3分の1ですと。でそうすると、まあ、あとは、点 P における接線の式は、まあ、直線の式にこう代入しまして、x プラスルート3y イコール2というふうに出るわけです。でまあ、一方で因関数定理を用いると、まあ、一つの求め方として次のような求め方ができます。
fxy が x2 乗プラス y2 乗マイナス1ですから、このラージ F の xy の x による変微分が、変動関数が 2x、それから y による変動関数が 2y ということで、でこの点 P においてこの fx と fy のそれぞれの値をこう代入しますと、この fy の方ですね、fy の方はルート3になって、これは0ではないということが言えます。でこのことから、その因関数定理を使うことができて、で因関数定理を使うと、接線の式は先ほど求めた方程式からを使えば良いですので、x プラスルート 3y イコール2と求まるということで、まあ、一応こういう形でこの因関数定理を使ってこう求めるということもできますので、各自確認しておいてください。はい、それからついでにですね、この曲線の方線も求めておきます。これはちょっとこの後ですね、方線ベクトルの話をするのでちょっと導入しておきますけれども、先ほどの同じ点でですね、まあ、方線も求めましょうということで、接線が先ほど x プラスルート 3y イコール2ということだったんですが、まあ、方線の傾きはですね、接線の傾きの負の逆数ですので、まあ、ルート3ということでして、方線の方はそこからいろいろ計算していくと、y イコールルート 3x ですね、もしくはルート 3x マイナス y イコール0と求めることができます。ここまでまあいいですかね。で、ここからはですね、ちょっと方線ベクトルを導入したいと思います。で、ここでは何をしたいかというと、その今考えている円C 上の点 P ですね、この AB という点で、方線ベクトルを求めたいというものです。方線ベクトルというのは、この先ほど求めたような方線の傾きを表すベクトルです。でちなみに、一応ここではその AB はですね、プラスマイナス1と0の X 軸上の点は除いておくことにします。で、まずここの設定を確認しておきます。で今ですね、この、AB としてこの、プラスマイナス1と0を除いてますので、その fxy イコール0によって、まあ、因関数、定まる因関数がまあ存在するということが分かってですね、であと、この点 P における y イコール fx、因関数の傾きっていうのは因関数定理からまあこう、まあ、出ますということですね。で、この時この点 P におけるこの、まあ、接線の方向ベクトルっていうのを考えると、接線の方向ベクトルっていうのは何かと言いますと、その結局この場合は y イコール fx、y が x の関数として動いてますから、その x が1進んだ時にその y がどんだけ進みますかっていうのが方向、接線の方向を表す量だったわけですね。でその x が1進んだ時の y の移動量っていうのがを並べたものがこう方向ベクトルというものでした。で一応皆さんもうすでに線形代数は習っていると思うので、まあ、ベクトルは知っているものとして使いますけれども、とりあえず先生の方向ベクトルはこのような形で表すことがまずできますということをまず押さえておいてください。さてここでですね、唐突かもしれませんけど、次のベクトルを定義します。こういうベクトルなんですけれども、まず記号ですね。この三角形逆にしたような記号はナブラと呼びます。多分物理の人はすでに使ってるんじゃないかと思うんですけれども、それで、まあ、ナブラの fxy という記号を使いまして、でそれは何を表すかというと、このラージ fxy の x による変動関数を x 成分に持っていて、第1成分に持っていて、y による変動関数を第2成分に持っているのはベクトルですね。これをナブラの f、 もしくは、こういうグラディエント、傾きを表すグラディエントの f とも呼びますけども、ここに書きますが、まあ、今ここではこのナブラを使う、ナブラという記号を使って表します。でこのナブラの f というのを、まあ、定義しまして、でこれは何ていうかというと、まあ、f の公倍ベクトルと呼ぶことにします。でまあ、ちょっと唐突にこういうものを与えてしまったんですが、このナブラの f の xy とですね、先ほどの
この接線の方向ベクトルの内積を求めてみましょうと。で、内積も多分じゃなくて線形代数の授業で出てきたはずですので、ちょっと忘れた人は復習してもらいたいんですけども、とりあえず線形代数における内積は各成分の積の和として定義されておりました。ですので、この場合は fxab、fyab というベクトルと 1fa のベクトルの内積ということですので、fxab と1の積と fyab と f'a の積の和ということになりますね。それはこのように書けるわけです。で、これ見るとですね、2項目の fyab というのはこの分母と分子にありますので、これ払ってですね、それで fxab マイナス fxab になりますので、これ実は0になります。ということで、まずこの、ナブラの F と、それから先ほどの、接線の、方向ベクトルの内積を取ると、まず0になるということを押さえておいてください。で、0になるということはですね、これは2つのベクトルが直交することを意味しています。一応、線形代数のこれまでのところを皆さんが受けている限りの授業では、多分、その形式的に、この内積が0になるときに、2つのベクトルが直交するというような定義の仕方をしたと思うんですけれども、実際にこの現実というか、このニュークリッド平面上でのベクトルを考えても、この内積が2つのベクトルの内積が0になるときというのは、この2つのベクトルが直交するということを表しております。ということは、その何を言っているかというと、実はこのナブラの FAB っていうのは、この接線の接線の方向ベクトルと垂直だっていうことを言ってるので、これは実は点 AB におけるこの曲線 C の方線ベクトルだっていうことを言ってるわけです。で、そしてこの今のですね、この直交のこの式を使うと、この点 P における接線の式というのは、このナブラを使うとですね、ちょうどナブラの F の AB と、それから X-A、Y-B の内積が0になりますよと。こういうことで、この接線の方程式を表すことができます。で、なんでかって言いますと、この X と Y ですね、この X と Y っていうのが、A と B からこう伸ばしたこうベクトルなんですけれども、結局、この接線っていうのは、この、方線ベクトル、このナブラの F と、直交するものだという関係式ですね。この関係式を書き表すと、実はこれが C における、その点 P における C の接線の式方程式そのものになっているということです。ですので、方線ベクトルを使って、このように、この点、曲線 C 上の点 P における接線の式も導出できるということを押さえておいてください。